はい、皆さんどうもこんにちは、桐ヶ谷宗一でございます。本日は漫画の感想動画になります。本日やってくる感想の漫画はこちら、東京リベンジャーズの第2巻から第4巻になります。はい、ということでね、まあ東京リベンジャーズはね全23巻ありまして、多分撮影投稿完了してる頃には多分24巻全国で発売されてる頃だと思うんですけども、24巻までやるってなると結構感想動画結構多くなってくるので、なので東京リベンジャーズはそれぞれの章に分けてやっています。1巻は全ての始まりのところなので1巻だけにしてるんですけども、この2巻から4巻に関しては83構想っていう1個の章になっていますので、まとめてやっていこうと思います。はい、ということで早速ですがやっていきましょう。はい、では早速カース、あら、カースじゃなかった。あらすじ行ってきます。まず第2巻から。総長マイキーに気に入られた竹道は、東満に入会して現代に戻ると、かつての親友、アックンは東満の幹部になっていた。最初のやつは多分一巻となっちゃうんで、ちょっと省かせていただきます。で、第3巻。東満分裂のきっかけとなったメビウスとの抗争を止めるため、竹道はマイキーの説得を試みるが、メビウスの急襲に遭ってしまう。急転する状況、過去改変の連続に戸惑う竹道。そして狂人がドラケンに迫る。今ちょっと思ったんですけど、第3巻の竹道。竹道ってか、立ち道ってなんてね。なんでちょっと何やっていいですか、ちょっと。で、第4巻は、ドラケンの死を食い止めたい竹道だったが、ついに清正の狂人がドラケンを捕らえる。倒れたドラケンを前に絶望する竹道。やはり未来は変えられないのか。竹道の本当のリベンジが始まる。はい、ということで、以上が2巻から4巻までのあらすじとなります。はい、ということで、ざっと感想なんですけども、まあ、とにかく話が本当に面白いんです。その喧嘩の中にも、喧嘩する構想の中でも人間ドラマがあったりとかするので、そもそもその初参構想の前に、その3巻のところで、メビウスが押し寄せるんですよね。で、それでマイキーがその、幼いを乗せて終わったはずなのに、パーチンが許せ、パーチンの友達が、ボコられたりとか、いろいろとされたりとかしてて、許せないって気持ちがあるんですが、それを気持ち抑えきれず刺してしまうんですよ、幼いよ。で、そこで自首するんですけど、そこで無罪にしたいマイキーと出所させるべきだっていうドラケン。で、その二人の意見が対立して、抗争が起きるんですけど、竹道の手によって止めることができた。ですけど、それを認めてないのが、もう、パーチンと一緒にいた、ペイアン。なんですけど、ペイアンがメビウスを使って、東満に歯向かっていく。だけど、もうそれも全てはもう、パーチンを自首させたのが、もう、認めたくない、許せない。っていうのがあったんですけども、そこにやっぱりマイキーも悲しいんだよって。それやっぱり、自分をもうだけボコって戻ってこいって。だからこれまた良くて、なので、一つのただただ戦ってるだけじゃなくって、その戦いの中でも人間ドラマがある。っていうのが、僕の中で結構、好きだなと思いました。はい、そして早速、評価いきたいと思います。星5中、断トツ5です。はい。もうこれも僕の中で文句なしですね。文句なしの星5で出していただきます。とですね、まず、終わらせ方が、めちゃくちゃいいんですよ。本当に気になるところで多分終わるんですよ。2巻の最後はメビウスが押し寄せて終わって、3巻は、なんだっけ。誰だっけ、清正が、刺して、ドラケンが倒れてるのを見つけて終わって、で、次、最後、第4巻は、時物、現代に戻って改変したのはいいものの、
またキサキの企みによって、あっくんが車、ひなが乗ってる車をぶつかってひな渡しんじゃうんですよね。で、自分がまた書いてやる、何度でも書いてやるってところで終わったんです。で、そこから血のハロウィン編が、血のハロウィン編が始まるんですけど、本当にいいところで終わるので、もう、次から次、次はまだか、次はまだかって、次は、まあ前回は持ってるんですけど、まあ続き読みたいってなるんですよね。本当にその入り方が、お見事だなと、思いました。はい、ということで以上が、東京リベンジャーズ2巻から4巻の感想になります。いかがだったでしょうか。いやね、東京リベンジャーズはまあね、さっきも言ったんですけども、24巻発売されて、まだ週刊少年マガジンでバリバリ連載してるので、本当にぜひぜひ本当に手に取ってもらいたい作品ではあります。もう特に今もう、どうやら、3500万部突破してるそうなので、東京リベンジャーズ。ですし、テレビアニメの方も配信サービス1突破してて、あと、実写映画の方も結構興行収入がもうすごいことになってるそうなので、今も大人気の作品なので、このね、現代のタイムリープ要素っていうのも取り入れたヤンキー漫画の東京リベンジャーズ、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。ということでね、今後も漫画、ランドメの感想動画出してきますので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、ということで以上、霧ヶ谷総一の東京リベンジャーズ2巻から4巻の感想でした。また次の動画も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 SNS のフォローは概要欄からよろしくお願いします。これからもいろんな動画撮っていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画もお楽しみに。